はい、望月凛です。今回はキャスターであり心理学者であるクラウディア・ハモンドさんの書かれたマインド・オーバー・マネーを解説していきます。この本は一言で言うと心理学的に正しいお金の使い方を教えてくれる本だ。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目はお金はできるだけ現金で支払うだな。クレジットカードは現金に比べて持ち運びもしやすいし、支払いも来月でいいのでとても使いやすい。だがクレジットカードはあまりにも使いやすすぎるので財布の紐が緩み、つい必要のないものまで買ってしまう。なるほど。ある研究によるとカード払いと現金払いで支払額にどれくらいの差が出るのかを調べたところ、そこにはなんと2倍以上の差があったそうだ。なに2倍以上？でも確かにクレジットカードよりもなんとなく現金の方が自分のお金って感じがして払うのをためらってしまいますよね。うん、現金で払った方がどういうわけか現実味もあるし、お金が手から離れる痛みも大きい。クレジットカードで払うとその痛みは後回しにできるし、購入も楽だからな。だから使いすぎてしまうんですね。あ、でもインターネットで買い物をするときは現金で支払いができないときってありますよね。そういうときはどうすればいいんですか？うん、どうしても現金払いができないときは ATM で同じ金額を引き出すところを想像するだけでも十分に効果があるぞ。そして現金で支払ってもいいと思えるときにだけカードで支払うようにすると、衝動買いやカードの使いすぎを防ぐことができる。次は大きな買い物では大胆になりやすいだな。人は小さな買い物よりも大きな買い物でお金遣いが荒くなってしまう。買い物の額の大きさがお金の使い方に影響しちゃうってことですか？ああ、その通りだ。例えばこんな場面を想像してほしい。お前が夕食の食材をスーパーに買いに行くとしよう。今日の夕飯は焼肉だ。おお、焼肉焼肉。家の隣にあるスーパーでは焼肉用の牛肉が2000円で売られている。だが1時間かけて遠いスーパーに行けば全く同じ量と品質の牛肉が500円で買える。さてお前ならどっちのスーパーに行く？そりゃもう決まってますよ。1500円も安くなるんだったら1時間かけて遠いスーパーに買いに行きます。うん、なら別の状況を考えてみよう。お前が車を買いに行くとする。家の隣にある販売店では欲しい車は220万5000円で売られている。だが1時間かけて遠い販売店に行けば全く同じ車が220万3500円で買える。さてお前ならどっちの販売店に行く？1500円しか変わらなかったら家の隣にある販売店に行きますね。うん、実際多くの人がお前と同じように考えるだろう。だがよくよく考えればこれはおかしな話だ。なぜならお前は牛肉の例では1500円も安くなると言ったのに、車の例では1500円しか変わらないと言っているからだ。確かにおかしいですね。ああ、買い物の額が大きいと小さな値段の変化に無頓着になってしまう。だから家や車など大きな買い物をするときにはお金遣いが荒くならないように注意が必要だ。次は食べ放題では高いコースを選ぶだな。食べ放題でいくつかのコースが用意されていたとき、どれを選んでもお腹いっぱいになるからと思って安いコースを選ぶ人は多いだろう。だがある研究によると食べ放題では高いコースを選んだ方が食べ過ぎず食後の満足感も高いことが分かったんだ。へー、そうなんだ。でもそれって高いコースにいい食材が使われているからじゃないんですか？うん、確かにそれもあるだろうが、この研究では全く同じ料理が出されたとしても高いお金を払った方が満足感は高かったんだ。へー、それはさすがにおかしいでしょ。いや、おかしくないぞ。これはプラシーボ効果とも呼ばれている心理学的な効果だ。プラシーボ？なんか可愛いですね。うん、プラシーボ効果とは一言で言えば思い込みによって怪我が治ったり病気が治ったり満足感を得たりする効果のことだ。さっきの食べ放題の例では価格が高いからいいものに違いないという思い込みがプラシーボ効果を発揮して結果的に高い満足感を得たわけだな。なるほど。薬やエナジードリンクでも同じことは言える。この本によると成分が全く一緒でも思い込みの力で値段が高い薬やエナジードリンクを飲んだ方が高い効果を発揮することがあるそうだ。時には高いお金を払って思い込みの力を借りるのもお金とうまく付き合っていくコツだな。次は
損することを恐れすぎないだな。人間には生まれつき損することを恐れる本能が備わっている。しかしこの損を恐れる本能に振り回されてばかりいては、本来払わなくてもいいお金を払ったり騙されたりして結局は損してしまうことになるぞ。損を恐れる本能か。ああ、人間の損を恐れる本能は進化の過程でとても深く根付いている。そのため遺伝的に人間のいとこにあたる猿も損を恐れる本能を持っていることが実験で確認されたようだ。へえ、結構大昔からの本能なんですね。ああ、そしてこの本能につけ込んだ商売は結構多いぞ。代表的なのは保険だな。保険は万が一の備えとしては大事かもしれないが、必要ではない保険は今すぐ見直しが必要だ。毎月の保険料って結構高いですもんね。うん、損をすることを恐れてばかりでは正しくお金を使うことはできない。保険に入る時など損をすることが心配な時こそ冷静になることが必要だ。次は真ん中の値段はなるべく選ばないだな。突然だが、こんな風に3つの選択肢が与えられたら、お前だったらどれを選ぶ？俺だったら真ん中を選びますね。なるほど、それはどうしてだ？一番安いのはなんだか物足りない感じがするし、だからといって一番高いのは高級すぎる気がして、やっぱり真ん中がいいかなと思いました。うん、一見もっともらしい考え方に思えるな。だが残念ながらお前が選んだ真ん中は実は一番選んじゃいけない選択肢だ。どうして？人間は3つ選択肢を見た時、どうしても真ん中を選びやすい。そしてそんなお客さんの心理は物を売っている企業が一番知っている。だから企業は商品を並べる時にわざと3つ並べて一番儲かる商品を真ん中に置くんだ。なに？そうだったのか。じゃあ上の値段の商品と下の値段の商品はただのおとりだったってことですか？ああ、その通りだ。まんまとカモにされたな。ガーン。ちなみに家を買う時も不動産屋は同じように心理テクニックを使う。特に予算より高い家を見せてきた時は要注意だ。なぜなら不動産屋の狙いは手の届かないおとり物件を見せて一つ下のランクの家を買わせることだからな。なるほどな。いいか、何かを買う時に選択肢が3つあったら高い方の値段を見て真ん中を選ぶのは間違いだ。真ん中は企業が一番買ってほしいものだということを常に覚えておけ。了解しました。はい、望月凛です。今回はファイナンシャルプランナーである井上陽介さんの書かれた38歳までに受けたい甘くないお金の授業を解説していきます。この本は一言で言うとお金について知っておくべきことをまとめた本だ。一つ目は価値観を持ってお金を使うだな。世の中にはお金を使う人とお金に使われる人の2種類がいる。井上さんによると8割の人たちがお金に使われる人になってしまっているという。え、じゃあもしかして俺も？ああ、おそらくお金に使われる人になってしまっているだろう。お金に使われている人間になってしまう理由、それはたくさんお金を使えることが幸せだという価値観を持ってしまっているからだ。こういう考え方を持っている人は金額や他者からの評価でしか価値を測ることができない。だから高級だから、評価が高いから、みんなが使っているからという理由でお金を使ってしまう。ああ、俺もみんなが使ってるからって理由でお金を使っちゃってるかも。そういうお金の使い方をして幸せになるのは難しい。大事なのはこれは自分にとって幸せなお金の使い方なのかを考えること。つまり自分なりの価値観を持ってお金を使うことなんだ。自分なりの価値観か。ああ、例えば SNS でバズっているカフェよりもスタバが好きならスタバに行けばいい。もしお前の所得が高くなっても家にこだわりがないのなら安いアパートに住んでもいい。無理にタワマンに住む必要はない。つまりみんなが評価しているものだからこそお前にとってもいいものとは限らないんだ。確かに俺には俺の基準がありますもんね。そうだ、お前にとって何が幸せかを考えながらお金を使うこと、これがお前を幸せにするお金の使い方なんだ。次は相手の立場になって考えるだな。お金を使う時に大事な考え方がある。それは相手の立場になって考えることだ。これができない人間は簡単にカモにされてしまうぞ。相手の立場？どういうことでしょう？例えばお前が投資信託や保険を買うことを考えているとしよう。銀行などには無料相談窓口というものがある。へえ、無料で相談できるなら安心ですね。安心ですねって、お前そんなんじゃカモにされるぞ。ちょっと銀行の立場に立って考えてみろ。銀行には店舗を出すためのテナント代、
人件費などの店舗運用費用がかかっている。この店舗運用費用はどこで賄っていると思う？あ、保険とか投資信託の手数料で稼いでいるのか。その通り。銀行は客に無料で相談に来てもらって、投資信託や保険を買ってもらい、その手数料によって成り立っているビジネスなんだ。つまり手数料を高く取れば取るほど銀行は儲かるようになっている。だからお前は自分にとって有利な手数料が安くていい商品を選びたいと思っても、銀行はなるべく手数料が高い、銀行にとって得をするサービスを進める可能性が高い。ああ、そうだったのか。ああ、つまり相談窓口はお前のことを考えて設置されているわけじゃないんだよ。無料相談を有効活用できるのは、無料相談のリスクも知りつつ自分にも知識があって対等に会話ができる人だけだ。知識もない俺が言ったらいいカモにされちゃいますね。そうだな。このように相手の立場を想像すれば、相手の本当の思惑が見えてきてカモにされる可能性を減らすことができる。だからこそお金を使う前に一旦相手の立場になって考えてみるというのは大事なことなんだ。次は、保険は貯蓄がない人向けの商品だな。最近では保険はいらないという声が大きいが、保険に入るべきかどうかは人によって違う。他人の声に流されず、自分の頭でしっかりと考えて本当に必要なものかどうか判断しよう。保険か、俺は入った方がいいのか判断が難しいですね。保険というのはそもそも貯蓄がない人向けの商品だ。例えば病気になったらお金が受け取れる保険を例にとって考えよう。ある日お前は突然大きな病気にかかってしまった。そしてその治療費には100万円がかかる。もしお前の貯蓄がゼロだったら、このお金は払えないだろう。無理ですね。このように人生ではいつ突発的な支出があるのかわからない。そんな時、貯蓄がない人は支払いができずに困ってしまうだろう。だからこそそんな事態に備えて毎月保険料を支払い、突発的な支出に備えるのが保険の役割だ。なるほどな。では次に、お前の貯蓄が1億円あったとしよう。保険は必要だろうか？治療費は自分で払えるし、保険はいらないですね。そうだな。このように保険とは貯蓄が少ない人には必要性が高く、貯蓄が高い人ほど必要性が下がっていくものなんだ。ここからわかるように、保険とは突発的な支出に備える手段であり、保険に入るのはこの支出に対して払えないことを防ぐためだ。そしてその手段は保険ではなく貯蓄という方法でもいい。だからこそ保険に入るべきかどうかはその人によって変わってくるわけだな。今日の授業は終わり。また来てね。